日本映画大学は、神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目16の32本部を置く日本の私立大学である。2011年に設置された。今村昌平記念スタジオ今村昌平記念スタジオ今村昌平の理念を受け継ぎ、学校法人神奈川映像学園が運営する日本映画学校を発展開祖する形で2011年に開学した。日本では、 初となる映画学部のみの短歌大学である。太平洋戦争中に存在した日本映画学校とは全く関係がない。理念には今村昌平が残した言葉が使用されている。学部、編集かつての組織なお、日本映画大学では、2年次前半までは全員同一のカリキュラムとなり、以降は6コースに分かれて履修する。 五十音順五十音順過去の出身者等については、日本映画学校を参照日本映画学校理念に、日本映画学校は人間の尊厳、公平、自由と個性を尊重する。個々の人間に相対し、人間とは各もお抱くにまみれているものか、人間とは各もピュアなるものか、なんと、うさんくさいものか、なんと、スケベなものか、なんと優しいものか、 なんと弱々しいものか、人間とは、なんと、滑稽なものなのかを、真剣に問い、そうじて人間とは、なんと面白いものかを知ってほしい。そして、これを問う、己は一体何なのかと反問してほしい。個々の人間観察を成し遂げるためにこの学校はある。とあるように、一貫して、人間探求のカリキュラムを組み、映画監督、脚本家、俳優をはじめとして、 映画スタッフが数多く輩出していた。特徴的なカリキュラムとして、3年生である映像化は理念を反映させた人間研究という科目を1年時に廃止、2年生である俳優化はカリキュラムに漫才が取り入れられていたことが挙げられる。漫才の講師は、内見恵子吉江が担当していたことから、お笑いタレントも数多く輩出している。 新ユリがオ加工者映像化1年他映像化2.3年俳優化。横浜スカイビルに所在していた時の卒業生は横浜期。日本映画学校の卒業生は映画学校期と呼称している。監督、演出、編集脚本家、作家、編集プロデューサー、編集撮影、照明、編集録音、音響、編集編集、編集スクリプター、編集美術、 大道具、塗装、編集、VFX、編集俳優、編集お笑いタレント、編集その他、編集学校法人神奈川、映像学園学校法人神奈川映像学園は、神奈川県川崎市麻生区に、事務所を置く、学校法人である、日本映画学校の遠隔を参照。ありがとうございます。